コンコン、コンショウ、どうも、パンショウです。今回は、こちらソウルオブマジックの、RPG サーバーの方を紹介していきたいと思います。マイクラでね、あまりこう RPG っていうのがないと思うんですけれども、まあ、最近ね、自分結構ハマってて、ほぼ毎日プレイさせていただいております。はい、でまず、サーバー選択かな。はい、まあ、サーバーはどこでもいいと思います。自分一番右ランダムか、ランダム選んで、まあ、入ったりしてます。はい、ちなみに、Java 版でプレイさせてもらってます。もちろん Java 版の方も入れるクロスサーバーになってます。はい、で一番、まあ、チュートリアルあるのかな、ちょっともう自分プレイしちゃってるからね、チュートリアルの方はないんですが、はい、街は、この中央都市アルデン、はい、アルデン、はい、一応、街はこれ一つなのかな。はい、基本的にはここで、ショップとかでアイテム買ったりとか、まあ、あと武器防具とか作ったりとか、まあ、あと転職システム、職業があるので、まあ、職業の変更をしたり、基本はこの町からスタートになると思います。職業を選ぶところからよろしく頼むぞ。まず最初はね、職業が全部でクラスがクラスカウンター、はい、こちらね、はい、あります。一番最初はね、レベル1だと思うので、一番左の職業になると思います。全部で、ノービス、まあ、誰でも、子供でももらえるクラス。うんうん。はい。まあ、あと、ソードマン、まあ、剣士なのかな。メイジ、クレリック、ガンナ、テイマート。ちなみに自分はメイジ使ってます。まあ、メイジか、まあ、あとクレリック、ヒール、回復できる職業をやったりしてます。まあ、あとはガンナ、うん、まあ、銃みたいなので撃ったりしてとか。あと、ちょっとね、特殊なのが、ペットかな？はい、ペットっていう職業もあります。はい。一応、うん、まあ、その中から選んで、まあ、クラス一つどれか。まず最初は選んでプレイすることになると思います。はい。まずショップかな。まずショップに行った方がいいと思います。はい。武器や防具売ってるので、まあこの辺でね、職業に合わせた武器、ま、武器とか、あとは、鎧。鎧は一種類かな、全部で。はい。あります、うん、でお金がまあちょっとパラメータを紹介した方がいいか。はい、中央右側にとりあえずメルっていうのが書いてあって、そこに、まあこれが金額になります。お金、通貨、この、ワールドの世界では、まああとは、下の方にまあ、レベル、自分のレベルだったり、まあ、あと、ヒットポイント、ヘルス、それから、魔法、マナ、で、経験値。これが、経験値、今、自分67ですけど、これ100になると、レベルが1個上がります。レベルも2種類あって、職業レベルと、プレイヤーのレベル、別々にあります。はい。自分のプレイヤーレベル、まあ今41、最大65まで上がります。はい。それからクラス、はい、職業、これで全部で、今のところね、これ実装されてるのがここまでかな。今後も増えるのかちょっとわからないけど、はい。職業がこうあります。自分は、メイジ、魔法使いたいからね。下の方のメイジ、エレメンタリストとか、まあ、この辺がレベル上がってます。まあ、あとは、まあ、クレリ、ヒーラー、うん、自分は下の方ですね。はい。が、レベル上がってます。職業レベルも、こうやって、最大25までかな、今のところ、実装されてるのが。
はい、収録時は。はい。まあ、あとは、釣りとか採掘とか、そういったギャザリングっていうのかな。はい。そういったステータスもございます。これは最大レベルいくつなのかな。ちょっとわからないけれども。はい。この辺もいろいろ料理とか家事とかあります。なかなかね、上げるのは大変だと思います。ちなみにプレイ時間が29時間。うん。はい。こんな感じになってます。はい。パラメーターがレベル1個上がるごとに5ポイント手に入るので、まあこれで職業によって、まあどのパラメーターを上げていくか決めていくといった感じになると思います。まあ剣士だったら筋力、物理かな。物理攻撃上げていったり、魔法使いなら魔法、魔力上げて魔法のダメージを上げるとか。はい。まあそのあたりいろいろございます。はい。まあ、これでポイントで、でいつでもリセットできるので、クリックすると、はい、クリックして振り分け直すことができるので、これで振り分けていけばいいかなと思います。まあ、あと基本的なことはアイテムとかこの辺かな。はい、ちょっとね、自分結構ごちゃごちゃしてますけど、はい、最初はね結構分かりづらかったりするので、はい、この辺をちょっと見てと。基本的にはユーザーメニューを押して、街に戻りたいときは、まず、このエンダーエンのアルデニ帰還。これを押すと、戻ります。これはね、どこでも、フィールドでも、ダンジョンでも、一応ダンジョンもあって、ボスとかもいたりしますけど、はい。これ使うと、いつでも街に戻れると。これは覚えておいた方がいいかもしれない。うん。はい。まあ、それから、あとは、なんだろうね。まあ、アイテム、インベントリー。まあ、ちょっと自分はもうレベル上がっちゃってるんで、アイテム、ちょっと、アイテムが結構いっぱいあったりします。はい。この辺ずらーっと結構。スクロール、これでね、上と下でスクロールしていきます。はい。アイテムが増えていった場合は、こう、下にスクロールして、アイテムを。はい。こうやって見ていくと。うん、インベントリー。これもね、適当。敵を倒したりするとたまに手に入るアイテムになってます。はい、一応このルーンが武器とか防具とかにつけられるアイテム、なので鎧とかにね、一番下のパラメーターとか見てもらうとルーンっていうのがあって、そこに、ルーンをはめたりしてさらに強化していくと武器とか防具とかを、はい、これ武器だね。はい、魔法の杖、これも一番下にルーンはめてます。はい、ルーン職人がいるのでここで、まあルーン、まあ、アイテム武器選んで武器防具とか、まあ、あと左手盾とか打つ場所にも装備あって、はい、これでルーン選んではめてったりできます。こうやってね、はい、今いる。まあ、で、これ、外すこともできるみたいです。はい。一応、ルーンについては、このようになってます。まあ、あと、ペットか。はい。ペットが結構ね、面白いかもしれない。人によって。一応ね、ペットの職業もあります。ペットの職業。一応ね、テイマー。はい。テイマー。テイマって職業で、テイマそれぞれのね、職業の装備があるので、はい、バトン、これ持って、はい、テイマ、テイマになって、ある特定のモンスター倒すと、たまにペットになります。卵が手に入る。うん。ポケモンみたいなものかな。はい。で、まあいろいろ、うん、この辺は何だろう。これ豚とか、鳥とかね。まあ豚とか。豚、こんな感じでね、ペットが。はい。で、ペットに、攻撃の指示出したりとか、そういうこともできます。結構ペットを収集するのが結構大変だったりしますね。はい。まあスキル、
まあ、職業によってそれぞれスキルがあります。スキルだったり、魔法だったり。まあ、あります。はい。メイジなら、魔法使いね。はい。魔法使いのスキルメニュー見てもらうと、スキル、メイジ、一番上かな。はい。インフォール、マジックミサイル、テレポーテーション。はい。一応この3つのスキルが使えると。ただ、使用条件があって、そのクラスレベルが、まあ、5じゃないと使えないと、魔法が。この辺も、まあ、最大、クラスレベル10じゃないとテレポーテーションが使えないという感じになっています。はい。で、まあ、スキルをセットして使うといった感じになります。はい。まあ、あとは職業。レベル上がっていけばね、プレイヤーのレベルが上がっていけば、職業の種類も増やせると。まあ、その辺はプレイしていって、やっていけば分かっていくかな。はい。一番最初はそれと、クラスソロと1個しかはめられないです。まあ、明治なら明治しか。まあ、明治以外でも、オービス、まあ、いろいろ、ソードマン。うん。まず最初は1個だと思います。で、レベルが、次いくつだ？プラスロット、スロット、レベル10になると2つ、もう1つ付けられます。うん。まあ、ソードマンならソードマンの次。上位色付けていったりも可能です。まあ、この辺は好みで、付けていけばいいんじゃないかなと思います。はい。まあ、あとはプレイしていくと称号とかもこの辺もつけられます。例えばね、こう他人の上に名前、称号がついてたりします。はい。ちょっと、見てます。まあ、レベルが53、レベル高いね。で、名前で、あとは戦闘力がついてたりと。自分のは見れないのかな？はい。一応、そういう感じに称号もつけたりできます。で、称号1個を、達成するごとにアトリビュートポイントが1ポイント、まあ、ステータスアップするポイントが1ポイント増やせるので増えていくので、まあ、それで、まあ、どれかにもステータスを打ってっていう感じになっていくと思います。はい。まあ、称号はね、取れるんであれば取っていった方がいいかもしれないんですけど、結構達成条件が結構大変です。MMO ならではだよね。この辺は結構称号なのかな。なかなか取るのが辛いものもあったりします。まあ、基本的には最初はレベル上げていくしかないかな。はい。まあ、フィールド出て、まあ、敵いるんで敵と倒していくと、まあ、あとはね、一応さっきも決めるので、まあ、レベル上がってたり、ダンジョンとかもあったりするので、まあ、結構ボスが強かったりするので、まあ、パーティー組んで、基本的にはソロで倒せないボスがほとんどだと思います。なのでね、まあ、その辺はね、また次回、まあ、動画で紹介できればなと思います。まあ、今回はね、基本的な、最初の内容、どういったものなのかを紹介できればなということで、はい、ソードオブマジック7、はい、こちらの方を紹介させていただきました。最後までご視聴の方をいただきありがとうございます。じゃあまたね、バイショー。